近年は気候変動の影響で雨の降り方にも変化が出てきています。今年の夏も記録的な大雨となったところがありました。こんにちは、気象予報士の手塚悠介です。今後の台風や大雨はどうなるのか、どんな対策が必要なのか、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。近年、雨の降り方が激しくなり、大雨となるケースが増えてきました。こちらは1日に200ミリ以上の大雨が降った日数を年代ごとに表したものです。1日で200ミリの大雨というのは、地域によっては平年の1月分の降水量よりも多く、災害リスクが高まる目安となります。こうした大雨がこの数十年で増加傾向にあり、これは地球温暖化の影響があると考えられています。さらに多くの CO2 などが排出され続け、地球温暖化が進行すると、今世紀末には1日に200ミリ以上の大雨の降る日がおよそ2倍に増えるという予想もあります。災害が頻発化する恐れがあるのです。例えば瀬戸内海地方は南北を山に囲まれ、比較的降水量が少ない地域として知られていましたが、2011年の台風12号や2018年の西日本豪雨では、岡山県や香川県でも記録的な大雨となり、大規模な災害が発生しました。気象災害時にあなた自身や大切な人の命を守るため、気象庁は e ラーニング教材「大雨の時にどう逃げる」を公開しています。この教材では、台風や豪雨から身を守るための知識と行動を学ぶことができます。防災学習にぜひ活用してください。また、気象庁のサイト「キキクル」では、大雨による災害発生の危険度を地図上で確認できます。非常時には自治体の避難情報に合わせてキキクルも参考にしてください。ご覧いただいたように、この地域でも気候変動の影響を受けて大雨による災害のリスクが高まりつつあります。こうした気候変動や地球温暖化を進行させないためには、2050年までに CO2 などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにしなければいけません。そのために私たち一人一人ができることは何でしょうか。まずはこちら、環境省のクールチョイスを検索してみてください。